より小さいアベマプレゼンツライズエルドラド2024、17日、東京体育館ライズ対 K1 の団体対抗戦で、22年、ザマッチ、で対戦した二人が再び剣を交えた。22年の試合でゼロのに判定負けした K1 ワールド GP スーパーバンタム級、55キロ、王者、金子明弘、27イコール K1 ジム三軒茶やシルバーウルフ、が、 今回は判定3対0の完勝で、全ライズバンタム級、55キロ、王者、鈴木正彦、27イコールフリー、にリベンジを果たした。23年 K1 アウォーズ MVP の金子は、1R から強烈な右パンチで鈴木からダウンを奪い、3R にも同様に右で鈴木をマットには合わせた。KO 決着とはならなかったが、大差の判定で金子に軍配が上がった。金子は、 僕を信じてくれたファンのみんな、サポートしてくれたトレーナーたち、僕の仲間たち本当にありがとうございました。2年前に鈴木選手に敗れて、自分の弱いところを見つめ直して。でもそれは周りに人がいたからできたことで。自分を信じて、周りを信じて、ぶれないでやってきたからかなと思います、と周りに感謝。金子は K1 を代表する苦しさを吐ろした上で、 これでやっと前に進めるので、ずっと信じてくれた仲間を大事にすることを忘れないでやっていこうと思います、と笑顔で話した。これで団体対抗戦は2勝2敗のイーブンとなった、ライズは花岡竜、用意サム、K1 は金子、斉藤。